他愛のないとは言うまい。この天下地球まで登ってきただけでも褒めてやろう。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな、お前はキムナスの氷河蘇ったのか。ああ、旬が自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ立て二人とも、そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど所詮夢というのだ。くらえミストリクション。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ貫き通すものだ。何？この結晶はカリツォ。見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。よし、分かった。ここはお前に任せるぞ、氷河。だが死ぬなよ。少子な。この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に。ただ、聖夜たちが天下月を去るまでおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。その陶器ごとお前の体に真紅の針を突き刺してくれるわ。その前にこのキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。ミロ前白鳥、こしゃくな。受けろ赤い衝撃を。ダイヤモンドダスト。スカーレットになる。リストリクション。あなたは氷の棺に閉じ込められている。ダイヤモンドダスト。ダイヤモンドダスト。自分のコスモを極限まで燃焼させ、あなた命を俺にくれたのだ。血がついていた俺の体だけではなく魂、熱き心を蘇らせてくれた。ダイヤモンドダスト。ダイヤモンドダスト。やった、ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これはスカーレットニードルの奇跡。そうだ、そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならばその前に、見ろ、あなたを倒さねば。すぐには諦めんようだ。オーロラサンダーアタック。オーロラサンダーアタック。降伏か死か。くそ、どっちだ。氷河よ、言っておくな、俺はそのどちらも選ばない。あなたを倒すのだ。そこが俺の答えだ。
このキングナスの翼がある限り。まだだ。その自慢の翼が折れてもな。なるほど。どうやら私に本気で挑んでくるようだ。ならば私も容赦はしないよ。君の仲間、君の命、ここで尽きることになるかもしれない。いい。何を言った？ここで死ぬつもりなど全くないぜ。私とここまで生き延びたのは君が初めて。君のその闘志を称えてアンタレスを打ち込んでやる。氷河よ、神父の針の本当の恐ろしさに気がついたか。何を言ってるんだ。自分の体を見てみろ。バカな、ここまで陶器に侵食されていたとは。発狂よ。早くも加担して氷河の陶器に。その程度か。一体何度俺が陶器を放ったと思っているのか。さあ見ろ。いい加減にしないか、キグナス。君にはカミユの気持ちがわからんのか。カミユがわざわざ天秤球で君を氷の棺に閉じ込めたのは、君を死なせたくなかったからなのだぞ。神湯に免じて命だけは助け。見ろよ、この氷河にとって苦しくとも熱き血潮の兄弟たちと歩む今この時代に価値があるのだ。一人だけのうのうと生き延びて何になる。ただ五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。神湯よ、命を落として戦うことこそがセイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。よいな、神湯。もうこれで最後だ。次は確実に毒にやられるぞ。無駄だ。ダイヤモンド、神よ、ダイヤモンド、ダスト。無駄だ。ダイヤモンド、ダスト。俺の呪われた運命を断ち切り、サンクチュアリに取り込む悪を一掃するのならば、俺は戦い続ける。ここだ。さらば友よ、ダイヤモンドをダスト。スカーレットに祈るアンタレス。氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。生き死にの戦いには勝ったが、この勝負俺の敗北だ。氷河は命尽きるその瞬間、このミロよりはるかにコスモを高めたのだ。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。セリアたちのもとへか。それとも君たちが悪の化身として倒そうとしている教皇のもとへか。
残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは今一度目の新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。